どうも、ミルキー塩です。よろしくお願いします。大阪に住んでた時ね、めちゃくちゃ美味しい中華屋さんがありましてですね、おっちゃんとおばちゃんがね、夫婦でやってるね、町の中華屋さんなんですけど、めちゃくちゃ美味しくて大人気でね、近所の人もね、よくね、いっぱいたくさん食べに来てくれてたんですね。僕そこでちょっとだけバイトさせてもらってた時があって、ホールとかね、三輪バイクで、出前とかね、やったりしてたんですけれどもね、めちゃくちゃ腕が良くてめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、量も多くてね、値段も安くて、最高の店でみんなにね、すごい愛されてる中華屋さんがあったんですけれどもね、で、そこの大将のおっちゃんがですね、折り紙をね、趣味で、よく折り紙をしてね、お客さんの子供にね、あげたりしてたんですけどね、その中華の味をね、超一流で、中華料理は超一流で作れるんですけどね、折り紙がめちゃくちゃ下手くそやったんですよ。なんかね、動物とか作ってるつもりらしいんですけど、全然動物に見えなくてね、なんかもう、なんやろ、電話中になんか、手持ち草でなんか紙を適当にレシートをぐちゃぐちゃ折り込んだみたいなね、これなんやみたいなね、謎の、はい、ワンちゃんだよーとか言って子供とかにあげるのに全然ワンちゃんに見えないですよね。ただの紙をなんかひたすら折り込んだ謎の手紙みたいなね、風に見える。でもね、子供が来るたびにね、あげてるんですよ。ワンちゃんだよー、今日は猫ちゃんだよーとか言ってね、違いわからない、わからへんかなって思いながらもね。で、いっぺんお店がね、終わった後にですね、お掃除してて、で、レジの方でね、レシート入れの箱があるんですけど、そこもね、お掃除し、レシートも捨てよう思ってね、パーって言ってね、ほんならね、びっくりしました。レシート入れのね、レシートいらないレシート入れる箱にね、大量のね、折り紙が捨てられてたんですよ。子供たちが。思って、めっちゃ捨ててるやんと思って。ほんで、おばちゃんがパッて来てね、もう黙って捨てとき、みたいな。もう子供たちみんなここに捨ててんのよ、とか言って、そうなんや。そんな喜ばれてなかったんやっていうね、そういう秘密がありました。ということで、どうもありがとうございました。